株式会社 REKA の島田です。今回はですね、コンサルティング売上を年間2000万円以上10年間続ける条件なんだろうということですね。これはね、まあサブタイトル、コンサルティング商品別に小さく目標を設定するという、まあ、表記なんですね。今回はね、コンサルタントの生産性についてちょっとお話しましょう。まあコンサルタントの企業をした目的は様々ですね。まあ中にはね、お金はいらないから企業の経営に役立ちたいという方がいます。まあこの方は別です。でも多くの方はやっぱり収入がいりますですね。しかしこの世界はやっぱり稼げる人とそうじゃない人の格差が非常に激しいですね。例えば特にね、年間コンサルティングの売り上げが700万未満の方とか、売り上げが年によってジェットコースターに変動する、乱高下する方とか、この方々は発想を変えなきゃならないんですね。発想と行動を、理想論や現実関連論じゃなくて、私が実践した現実論をちょっと今日はね、お話をしていきたいと思います。まずね、1番目、一番の課題は集客が難しいというんですけど、本当は集客の前に USP とマーケティングが欠如しているからなんですね。集客もそうってみんな言いますよ。難しいで、セミナー人呼ぶの難しい、それは難しいですよ。でもね、少なくたって集客が少なくたって受注できるわけですからね。で、新規の顧客開拓がうまくいかず、ね、コンサル受注が増えないというけども、そもそも見込み客から声がかからないのは、今の USP とマーケティングに問題があるわけですね。USP が差別化されてないのか、もしくはマーケティング不足なのか、まあ、大体両方は不足してるんですけどね。で、USP を決める際にも、どうやって USP を決めればいいのかとかね、分からないという方も結構いらっしゃる。まあ、私の経験からも、まずは小さく比較的好きなニーズを USP にしましょうねということをまあ言ってますけどね。まあ、これ違う動画にもね、このことを詳しく話してますから、また聞いてみてください。そしてね、USP が世間に認知されるためには、具体的なマーケティングが必要です。予算がある方は専門家に委託してマーケティング指導してもらったり、代理業務してもらってもいいでしょうね。しかし多くの方は多分自前でやるしかありません。まあ、私もね、いろいろ失敗しながら多額の教育投資しながら、まあ、今のパターンというのをね、作ってきたんですけども、やっぱり USP とマーケティングで自分なりの価値パターンを見つけなきゃならないってことですね。で、下記の動画、これコンサルタントとしての、ね、自分のポジショニングをどう決めるかっていうのが、ここにありますから、まあ、これそうですね、動画のね、ところにも関連動画のところで書いておきましょう、ね、またそこからまた見てください。2番目、経営顧問契約こそ収入安定の道、もうこれはずっと言ってます。例えば毎月ね、10万円の顧問作家10社あれば、ベースとして月100万があるわけですね。で、この顧問収入というのは、数ヶ月先も1年先もある程度読める数字ですね。月1回の指導ならば、まあ、仮に稼働日数がね、22日と計算します。20社くらいいけるかなと思いますけども、実はそうは問屋を下ろさないんですね。なぜならば、約束日程にある程度の弾力性がないと、やっぱりスケジュール変更が出てしまう。こっちが変更することだってあるし、向こうさんが変更することだってありますよね。また訪問ばっかりの時間を取られるとね、情報収集、準備、ノウハウ仕込むの時間確保ができないんです。未来の投資ができないんです。まあ、例えばこれ私 YouTube 作ってますけど、この YouTube をの文言作ったり、収録したり、編集したり、この時間取れなくなるわけですね、あんまり忙しすぎると。だから、まあこれ私なりなんですけども、どんなに頑張ってもね、やっぱ移動も当然あるしね、金利ばっかりやってるわけじゃないから、その15社もすればパンパンだなという気がしますね。でも仮に毎月10万ならば150万ですよ、15社いればね。平均顧問料が15万ならば、それだけで225万の固定収入があるわけですね。まあ大体これで軽く2000万円のプレイヤーには仲間入りできます。とにかく、クライアントと長く経営顧問契約こそ、これは安定の近道ということは間違いない。ね、単発契約やプロジェクトものっていうのは、一時的に売り上げになるけど、来年が見えないです。だから常に不安がつきまとう。やはり肘を避けるべきだと。経営顧問収入って来年も見えますからね、ある程度。その目、しかし年間2000万円以上の売り上げを維持継続しようとすると、実は経営顧問だけでは厳しいかもしれません、ね、
特にそれを10年以上続けるとするのは難しい。例えば1年2年ぐらいね、年間2000万ぐらい誰でも行きます。まあ、誰でもはちょっと語弊があるけど行けますよ、ね。ただ問題は10年続けきりますかという話です。これを維持するためには売上科目別の目標を入れます。例えば2000万円というのは月額160万円ということになります。ね、ざっくりと。そう例えば、顧問収入を1社10万を、まあ、12社で12回すると1440万。顧問売上で1440万。だからセミナーの単発研修をまず20万のセミナーを年6回120万。でプロジェクトでなんか50万の3本。からノウハウ売上で3万の20本。ノウハウ売上っていうのは、まあ、オンラインで売ってみたりとかデータ売ってみたりとかセミナーしてオンラインセミナーやってみたいですね。あと、まあ、会員というのを作ってね、会員から年会3万もらって50名取れば150万。こういうのを全部足して1920万になってます、ざっくりね。こうやって目標をちっちゃく決めて、その商材開発と見込み客開拓を同時にする。そして、それ用のホームページを立ち上げる。それ用のメールマガブログ、SNS を発信し続ける。こういう面倒くさいことをやらなければ無理なんですね、これね。で、4目。この低価格から脱皮したいならば、やっぱりブランディングの仕込みを継続しなきゃならないですと、ね。それなりの顧問料やコンサルティング単価をいただきたいならば、もうブランディングしかないんですよね。私は紹介会社に依頼したことがないんで分からないんだけども、コンサルタントが直接面談して受注するんじゃなく、代理店が受注してコンサルタントに外注するっていう方法がありますよね。まあ今までのいろんなの紹介はクライアントの紹介を受けましたけど、直受以外は当然経験ないんですね、私はね。で、直受で高額単価を維持するならば、やっぱりあの先生は有名だし力があるからこれぐらいはするよねとおっぱい思わせること、それが結局ブランディングなんですね。で、ブランディングでそこまでお金をもらうとならば、どうしたって規模のある中小中堅企業を狙うしかない。ブランディングができるとこのあたりが出てくる、ね。まあ、まずそういうところじゃないとね、お金払ってもらえないです。まあ、私の場合も今月額指導料が50万と30万というクライアントが3社、あと20万円のクライアントが3社、あと10万円が6社と、まあ、30万50万をいただいているクライアントは従業員が100名以上とか数百名とかね、売上も30億100億という金額ですから、まあ、当然高いで、それが数年にわたって、長いとか25年にわたってずっともらい続けているわけですから、27年か。じゃあどうやってブランディングするのかと、ね、もうこれも過去から何回も言ってますけども、ある分野に特化した書籍を連続3冊出してくださいと。で、そして SNS や無料電子書籍などを途切れることなく出し続ける。するとどっかから講演会のオファーが来たり何かのお誘い来ますと。しかし即は効果出ない。やりだして1年ぐらい最低かかる、ね。しかしそうやって個人ブランドというのは育成されていくわけです。ね、またコンサルタントで売上5000万円とか1億とか、ね、を目指す方は当然この仕様だけじゃ無理です。まあ私もこの辺りしか、この辺りしか経験うろちょうろちょしてるんですけど、なかなかこっちには行きませんけど ね。その場合はもっと多分違う仕掛けじゃないですかね。まあこういうノウハウも、まあ、毎月やってるその RE 島田塾の方でもね、これ公開してます。で、8月まで入塾されるとね、10年経営顧問コンサルティングノウハウというオンライン動画が無料でついてきますから、まあ、こちらの方からね、入っていただければいいかなという気がします。さあ、まあ、いうことでね、とにかくその、まあ、年間2000万円を10年続けるというのはやばいことじゃないんだけども、でも方法は決して突飛なことじゃないんですよということですね。確実に継続していくことですね、という話でございました。はい、では今回は以上です。